スロバキア国鉄は、スロバキアの国鉄事業を所管する特殊法人。チェコスロバキア連邦共和国の連邦政会賞に伴うチェコスロバキア国鉄のスロバキア国内路線、及び車両の承継法人であった旧、旧スロバキア共和国鉄道国有会社を1994年に承継した列車運行事業の民営化政策によって、現在は、 国鉄線の施設に関する保有及び管理、運営事業を行っている。スロバキア国鉄が保有、管理、運営を行う鉄道施設駅の旅客サービスも列車運行事業と完全に分離し、スロバキア国鉄が所管している保線関係の業務は国鉄が所管している2012年に運行が始まったスロバキア国鉄線上における 民間企業発の本格的な都市間旅客列車。チェコレギオジェット社が、ブラチスラバドナイスカーストレダコマールの間で、運行チェコスロバキアの連邦制解消に伴い、スロバキア国内のチェコスロバキア国鉄事業は、チェコスロバキア国家鉄道公団の解散に関する法律及び改正国有害者法に基づき、1992年12月30日に設立された、 国有会社のスロバキア共和国鉄道国有会社が承継した。しかし、国鉄事業への国の経営関与強化を図る、ウラジミール・メチアル政権は、同年9月に成立した、スロバキア共和国鉄道法に基づく、特殊法人の元スロバキア共和国鉄道を設立し、1993年12月30日付で、国鉄事業を承継した。 後1998年、チェコスロバキア国鉄時代に、ブラチスラバ地域総局の情報技術部長を務め、運輸通信公共事業大臣も務めたスロバキア、民主連立党首のミクラー・シュズリンガが首相に就任し、国鉄を含む国有会社の民営化政策を打ち出した。国鉄は2002年1月1日に分社化され、列車運行事業については新たに設立した国有の 鉄道企業体株式会社に譲渡した。国鉄は引き続き特殊法人として、駅を含む鉄道施設の保有、管理、運営と輸送指令業務などの地上原業業務を行い、鉄道施設におけるサービス業務も所管している。職員数は18,118人で、鉄道関係の企業体としてはなお、スロバキア最大の組織である。現在は、ブラチスラバに、 中央総局、コシテェとトルナバに地方総局を置き、補選などを所管する鉄道施設保守地域総局をズボレンとジリナに鉄道橋の保守を所管する橋梁部をブラチスラバとコシテェに置いている。国鉄は運行区間延長及び列車重量、路線等級によって ZSSK などの列車運行事業者から路線使用料を徴収し歳入に充てているが、 料金水準は西欧に比べ高水準にある中東欧諸国の中でも最も高く旅客列車を運行する鉄道企業体スロバキア側は経営圧迫の大きな要因の一つだと指摘している。スロバキア国鉄線は軌道の保守水準の低さから列車の表低速度が EU 諸国に比べて低い上経済発展に伴うモータリゼーションの進展で 踏切事故が多発している。2006年の国鉄線上での死傷事故は618件で2004年の1.2倍だったが、損害額は5240万スロバキアコルナで同2.4倍に達しており、件数の増加だけでなく、事故の規模が重大化する傾向が現れた。このため欧州投資銀行の融資を受けて2015年までに 主要幹線の最高速度時速 160km か、電革間延伸、軌道強化、駅構内設備の改修に加え、保安設備の強化を行う鉄道網整備を進めている。1998年に発足したズリンダ政権は、地方の不採算選区廃止と民営化を条件に、1999年から欧州投資銀行による国鉄への融資を取り付けた。二千年には、 スロバキア共和国鉄道の転換と再編に関するプロジェクトで列車運行を廃止、または他の事業者に行わせる選挙として地方線32選挙を指定した。2002年1月1日の国鉄分社化では上下分離方式をとって列車運行事業と営業用車両の保有管理事業について鉄道企業体株式会社に分割した。鉄道企業体は 経営立て直しと将来の完全民営化に向け、地方線の運行廃止のほか、ローカル列車の大幅削減や、運賃の引き上げを行うとともに、大規模な人員整理を進めたため、当局と労働組合との対立が深刻化。このため2003年には、スロバキア共和国労働組合同盟総連盟の主導で、スロバキア史上最大といわれるストライキに発展した。 さらに政府は2005年1月1日、旧 z s s 系の貨物部門売却を行うために、旅客鉄道事業の鉄道企業体、スロバキア株式会社と、貨物鉄道事業の鉄道企業体、カーゴスロバキア株式会社の2つの国有企業を新たに設立し、旧 z s s 系の事業を再分割した。鉄道企業体カーゴスロバキアについては直ちに、 民間売却に向けた入札が実施され、オーストリアのレールカーゴオーストリアが事実上落札したが、直後の2006年の総選挙で新たに政権党となった新政党スメルが売却を凍結した。2007年には一時チェコ鉄道の子会社、ディーカーゴ株式会社が買収に名乗り出たが、連立与党の一つで連邦政界省に踏み切った当時の政権党だった人民党。 民主スロバキア運動が反対。政府は2012年末をめどに国有持ち株会社を新設し、スロバキア国鉄と鉄道企業体スロバキア、鉄道企業体カーゴスロバキアの3社を再統合する方針を2009年末に示した。世界金融危機以降の大合理化、編集2010年に発足したズリンダが率いる。 スロバキア民主キリスト教連合民主党などによる中道右派政権は全政権の統合方針を白紙撤回した。政府は再び鉄道企業体カーゴスロバキアの民間売却を試みる方針を示すとともに世界金融危機以降の需要落ち込みに対応した急進的な合理化を3社に要求した。これを受け3社は2011年3月、 合わせて5000人規模の大規模な人員整理を含む合理化策を決定した。政府の方針が大規模な鉄道合理化推進に転換したことに対し、地方線を抱える地方都市では急速に危機感を強め、廃止反対の署名活動や沿線村長による国鉄及び鉄道企業体スロバキアへの抗議が行われるなど波紋が広がった。詳細は スロバキアの鉄道路線一覧を参照。路線図スロバキア国鉄が保有する路線総延長は 3658km で、その内訳は次の通り、後期線は、ウクライナ鉄道に接続する、チョプチエルナ、地層、鉄道線、チエルナ、地層チエルナ、地層後期線、鉄道駅間及びウジホロド、ハニスカプリコシツヤフ鉄道線、マチョーツエ国境、 ハニスカプリコ室や福不線鉄道駅の2路線を保有し、チエルナ・ティソー鉄道駅とマチョウツエ鉄道駅には、貨物積み替えを行う、東部スロバキア積み替えヤードを置いている。狂気線については、以下の4鉄道路線を保有する。運行事業者はいずれも、旅客列車のみを運行しており、貨物輸送は行っていない。なお、コシツ子供歴史鉄道については、補線。 営業についても国鉄に代わり越して、市交通企業株式会社が行っている。国内には他に、公営鉄道線として観光用の旧森林鉄道3路線と、農業博物館鉄道があるが、これらは、スロバキア国鉄の管轄外である。上下分離が行われた2002年以降、国鉄線での列車運行を行う事業者は、国鉄の鉄道施設を利用した運送契約を、 スロバキア国鉄と締結しなければならない。契約事業者は2018年現在、16カ国57事業者である。各事業者は国鉄との契約内容に応じて、貨物あるいは旅客の定期、不定期、臨時列車を運行している。国際線、編集ブラチスラバペトルジャルカ鉄道駅で、ハンガリーヘジェシャロム行き OS2809 列車として、 発車を待つジェール・ショプロン A ベンフルト鉄道の機動車。同車乗り入れ先の MV スタートの列車として、来カ経由で運行する脇や国鉄線において、隣国の国鉄系及び元国鉄系の旅客列車運行事業者が国境を越えて、線区全体の旅客列車を運行している国際線区間は次の旧路線である。これは上下分離以前から行われているものであり。 スロバキア国鉄との運送契約による運行事業には含まれない。これとは別に国内のブラチスラバコマールの線では鉄道企業体スロバキアが旅客列車運行を取りやめているため国鉄と運送契約を結んでいるレギオジェット株式会社が線区内のすべての旅客列車を運行している。営業列車の列車種別については運行事業者である 鉄道企業体カーゴスロバキア、鉄道企業体スロバキア及びレギオジェット、レオエクスプレス、その他各国の列車運行事業者の当該項目を参照のこと。2002年の分社会行、スロバキア国鉄では貨物及び旅客列車の運行事業は行っていない。以下の種別の非営業列車を運行する。スロバキア国鉄の営業用車両については、旧 z s s k を経て、 全て ZSSK 及び ZSSK カーゴに移管されている。現在は、保線用車両及びブラチスラバ、交通博物館所蔵の歴史的車両を保有している。保線用動力車両は730系、電気式ディーゼル機関車、754、型液機体式ディーゼル機関車及び、河川補修用ディーゼル動車を保有。歴史的車両は、蒸気機関車9両、 電気機関車1両、ディーゼル機関車6両、電車2両、ディーゼル動車4両を保有している。チェコスロバキアにおける鉄道産業の労働組合は、すでにオーストリア・ハンガリー帝国時代の1896年に機関士組合として、職種別労働組合が結成され活動を行っていたが、社会主義時代にはチェコスロバキア、共和国機関士連盟などすべての労働組合が、 合同労働組合法に基づき革命的、労働組合運動に統合されたため消滅し、プラハの春を受けて1968年に結成された機関車乗務員連盟も間もなく活動停止した。スロバキアにおける現在の国鉄系労働組合は民主化後のチェコスロバキア時代に復活した職種別組合を元とする機関士連盟や駅、 ストムイン運行員労働組合連合会などがあり、スロバキア国鉄及び鉄道企業体スロバキア、鉄道企業体カーゴスロバキアの3社にまたがって組織されている。2009年2月には運輸優勢通信省の再編合理化政策に伴う国鉄計三社の従業員への影響緩和などを掲げ、FS 東ベド2008年結成の鉄道職員労組同盟の三組合が、 鉄道運輸労働組合総同盟を結成し、運輸優勢通信関係の各炭酸で組織する運輸優勢通信労働組合総連合会に加盟した。当局と労働協約を結ぶ労働組合は次の通り、太地は鉄道運輸労働組合総同盟加盟組合、国鉄消防部の消防車鉄道警察の警察車両と警察官、スロバキア共和国鉄道消防部は、 スロバキア国鉄が所管運営した消防機関であるチェコスロバキア国鉄公団から承継したもので、鉄道施設や車両の事故、火災時の消防救難活動を業務とした。2008年現在の退員数は178人で、ブラチスラバ、ジリナ、ズボレン、ノベーザー向き、コシツェニ本省、ストゥーロボ、ポプラとチエルナッチソーに首相を置いた。 2014年に業務を内務省消防救助隊に移管して廃止された。鉄道警察は、鉄道輸送に関する警察業務を担当する機関で、チェコスロバキア時代の鉄道法案武装隊を承継して1993年に発足した SR と同じく旧運輸郵政通信省所管だったが、2009年の法改正で国家警察隊を所管する内務省に移管。 P は2011年1月に PZ と統合され、2015年末までに制服などの切り替えが行われた。国内の鉄道輸送網を利用する旅客、貨物の保護及び治安維持、犯罪捜査、国外からの麻薬、タバコの密輸入取り締まりなどの鉄道公安業務の、ほか、鉄道事故や鉄道事業者の安全管理体制の調査を行う権限を有している。また、 鉄道警察の所管業務であった高速道路における車両重量の監視、ノンストップ自動料金収受システムの不正取締りなどは国家警察隊編入後に料金所警察として部門分離された。鉄道軍はかつて旧運輸郵政通信省が所管した軍でチェコスロバキア連邦運輸省鉄道軍を承継して1992年12月31日に発足した。 軍事法に定める国内三軍の一つとされ、有事における鉄道軍事輸送及び鉄道施設の防衛、建設、補修を目的とし、鉄道橋や道路橋の災害復旧工事もいった。スロバキアの北大西洋条約機構加盟に向けた2002年の国内軍事組織再編に伴い同年12月31日付で廃止され、部隊は 国有土木建設会社の補修技術、鉄道管理株式会社に改組された。現在は鉄道橋の補修、掛け替えや高速道路交架橋建設などを主な事業としており、2004年にはドナウ川で施行されたアポロ橋の桁仮設工事も手掛けた。ありがとうございます。